はい、ケイカモトの創業を展開しております、合同会社モトナシビンの椎根翔です。本日はですね、新しく、ご契約してくださった柳瀬さんのですね、実地研修ということで、来ております。実際にですね、架空の配達先を作って、ナビに入力していただき、配達先を探すということですね。で、こういうのを何件かやってですね、その日のうちに、しっかりと、業務ができるようになっていただくというような研修でございます。ということで柳瀬さん、ちょっと、一言、決意というか、本日の意気込みというか、一言よろしくお願いします。お願いします、はい。普段車運転するんですけど、普通乗用車で、マニュアルのスポーツカータイプなんで、やっぱり馬力が違います、アクセル踏んでもなかなか走ってくれないんで、車に、慣れないと、仕事もできないんで、安全運転は、第一 で車に慣れるような運転を心がけたいと思います。はい、わかりました。じゃあ今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。